ありがとうございますジョギングイベントジョグトリップの主催者アミリンことアミモトです、えー、今日はですね本当だったらあ陶芸の里巡りジョグトリップの開催予定だったんですけれども新型コロナウイルスのか、えーね、拡大防止のために、えー、中止ということになってしまいまして、えー、非常に残念なことでございます。 えー、で今日の天気はですね、えー、平戸もそうなんですけどもハサミ町がですねやっぱ大雨になっておりましてこれあのね皆さんの涙雨なのかなと思ったりもしていますということで、えー、今日もですねうんワクワク系アミリンワールドやっていきたいと思っておりますね今日、えー、今日はねちょっといろいろ準備しておりますよねちょっとねもう今までにない気合の入り方です。 ね、これですね、実はね、俺昨日の夜、えー、寝ながらですね、こうだんだんこう、ね、思いをですねはせておりまして、えー、この絵がですね頭私の頭の中でですねこう出来上がってきておりまして、今日の朝になるのが楽しみで楽しみでということで、ですね、えー、朝の、えー、4時、5時に起きまして、それからですね、もう一生懸命ね、えー、描きましたよ。<laughs> もう自分でもこう立派なもんだなと。 このズボ,なズボラなアミリンがね、これだけ丁寧に、綺麗いに変えーねえー、たっていう、それだけでもすごいなと思っております。えでそれではあの、ちょっと早速やりたいと思っております。え今までね、えー、アミリンの正体は、えーっとね、同調された光の束だっていうことで、ね、えー、あの,アミリンの腸の丹田ですね、丹田のところを光の束がこうね、出ていって、 ね、この空空を巡ってまたアメリンの丹田に戻ってきてますよとこういうぐる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 循環してますよという話をしてたかと思います。で、えー、ね、で、その今までこう話してなかったのがこのね、同調された光の玉がね、この空空空の中でね、どういう状態になっているかっていうのをね、今まで全く話をしてなかったんですよ。で、今日は、 そこをですね、解明したいと思っております。ね、よろしいですかね。えー、ねアミ網の正体、同調された光の束ですね。がね、これは空ということになってるんですけども、これをこっちの方に移し替えていました。ね。アミリンの正体。ね。こちら同調された光の束ってなっておりますけども、こちらではコヒーレントな光の束という表現をにしております、ね。同じ意味です。えー、ね。えー えーまあ、同調された光の束ということで考えていただければいいと思います。ね。アメリンの光の束。ね。こういう光の束がありますよと。これが、えー、空。空の中でのね。光の束ですよということなんですけども。ね。これをですね。分解してみました。分解。分解しました。<laughs> ね。この。えー、まあ例えばこの。えー。コーヒーレントな光の束が。 4つの、ね、光の光子光の束、えー、光の粒光、まえー、子 <coughs>、光の粒ね光子 ABCD と4つの光子から構成されているとします。本当はこれはね4つどこにじゃなくて何百何千何億何兆 かもしれませんけども、たくさんの光の束が重なり合って、アメリンの正体であるコヒーレント、同調された光の束になっているんですけども、わ <laughs> かりやすくするために、光子、光の粒が4つあって、その4つが重なり合って、この大きな波になっているとします。そうした時にね、<laughs> えー、光、光子、A、B、C、D、それぞれのね、それぞれのね、 うんとねうん、<laughs> スタート地点。スタート地点同じですね。ここね。スタート地点。スタート地点が同じで、同じ周波数。ここね。同じ周波数。ね、スタート地点が同じで、同じ周波数の波が4つ重なったら、ね、えー、これが、 この部分が、えー、ここの部分がねこうですね,ねでここの部分がこうですねで、えー、この部分がこうですねでこの部分がこうということで4つ重なったらね波の高さ大きさがね4倍になるんですね。 ですす。から、こういうい波なんで今度下ると下るときもこっちも同じですよね。このこのこの幅があここ,、ねこ,のこ,のこの。これがここ。ね、これがここ。ね、でこれがここってねでだからこういう大きな波になりますよということなんですよね。で エネルギーっていうのはここなんですよねエネルギーパワーですねエネルギーここがここが大きければ大きいほどエネルギーパワーがあるわけですよねうんお分かりでしょうかねねということでねうん孔子 ABCD でこの、えー、アメリンの正体の光の束ができていますということなんですがね 実はね、えー、光素粒子ね光素粒子の面白い特徴が味ましてねこの光はですね光の光子光子というのはね取り替えができるんですよ取り替え可能結局ねこの光子っていうのはね、えー 個性がないんですよ。個性がない。ね、面白いでしょ。光の粒は個性がないんです。取り替えが可能なんですね。取り替え a の a の格子取り替え可能。b の格子取り替え可能。c の格子取り替え可能。d の格子取り替え可能なんです。ね、そうした時にね。このこの空の中でね。空の中でね。この、えー、コヒーレントなアミリンの光の束がね。 まあ、例えばあ空に出てすぐはね出てすぐの瞬間は ABCD の、ね、4つの格子がで構成された光の束だとしても、ね、この空空に出た瞬間にね同じこのね、えー、同じ波長の他に EFGH という光,か光の格子があったとしてますそしたらねこれ取り替え可能なもんですからね この E というやつがね、こっちに来る可能性もあるんですよ。ね。で、えっ、ー、と、F が、F という格子が B にか取り替わる可能性があるんですよね。G という格子が C に取り替わる可能性があるんですよ。で、H という格子が D という格子に取り替わる可能性があるんですよ。で、そう、そうするとね、えー、この、 アミリンのね、単電から超能から出たすぐは ABCD という4つの格子で構成された分が取り替え可能ですからね、この空空の中にはね、このお同じ、同じ周波数を持ったね、光がね、無数に、無限にたくさんありますからね、うん、これが ABCD じゃなくてね、 ABCD じゃなくてねこれがうん、えー、ちょっと色を変えましょうか EFGH という格子に入れ替わる可能性があるんですよというかもう常時入れ替わっているといった方がいいと思います常にこの えー、この光の格子自体は取り替えが可能入れ替わっている常時入れ替わっていると思った方がいいと思います。ね、ということで、ね、うんアメリの正体はこの光の束なんだけどもその光の束を構成している格子自体は個性がなくてどん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 入れ替わっている取り替えが可能ですよと。 これって面白いんですよねなぜ面白いかというとねこれねうんここねえー、ねアミリンの正体同調された光の束がねこうきておりますがそれぞれのねそれぞれのこうやって、えー、こっちが EFGH、e、にこっちはなりましたから今度はねここにえー ここに、えー、アミリンの光の束から放り出されたというか、ね、入れ替わった入か、入れ替わった、今度はここが A、A, B, C, D と、こういうふうに入れ替わってるわけですね。最初、A, B, C, D がこっちにあった、こっちにあった A, B, C, D がこっちに来て、こっちにあった E, F, E, F, G, H がこっちに来たということでねで、なって入れ替わりが可能なんですね。そうしたときね、 うん、ここにねうん何少女 A でもね少年 A でも中年 A でもおっさん A でもいいですけども人,人がいますと。<laughs> でこの人もねこの人も <laughs> 同じようにこの人の丹田腸脳からね、えー、光の束を発しているわけですよね。ね 同じようにアミリンと同じように光の束を発しています。あなたもあなたの丹田からね空空に向かってね光をこう発してまた、えー、空空からまたね光の束を受けて受け入れてるわけです。こういう循環がね、まあ、できてるわけです。あなたにあなたでも。ね。そうした時にねこの光の、えー、光の光子がね個性がない取り替え可能だということはね 例えばねアミリンのアミリンの光の束の構成員のこの青いやつがね青いやつがビーッとこう回っているんですけどもある時ねここのねアミリンの光の束のこの青い格子とねこれ、えー、ちょっと書いておきましょうか。少年 <laughs>、えー 少年、A、こっちがアミリンだとしますね。アミリンの光の束の構成因の一つの格子、青の格子とね、少年 A の光の構成因の黄色い格子とがね、わかりますいいですか入れ替わりますよ。ポンと入れ替わることができるんですよ。わかりますかもう一回言いますね。 アミリンの光の束の構成員の青い格子光の,の粒とね少年 A の光、ねえー、の構成員の黄色い格子光の粒がね個性がないものですから取り替えが可能ですからポッと入れ替わることができるんですよ。ね、そうするとねここでね <laughs> シンクロがだってあのうんあのアミリンのアミリンの情報のもとであったね光の粒がね少年 A に行くわけですよねで少年 A の情報がアミリンに行くわけですよ。ね、これは2人だけじゃなくてねもう何十人何百人ねの人間が間でねこう光の光子のやり取りがあるわけですよ。 ね、こう行ったりやったりねまあね3人だとするとねえー、ねえー、青の格子と黄色の格子と紫色の格子がね行ったり来たりするわけですよこう行ったり来たりもうね順繰り順繰り個性がないわけですからね行ったり来たりするわけですよ。ねこれがねこれがビビビッとくるやつですね。 アミリンンと少年エイトの間で、ね、シンクロが起きるこれはね、この光の格子がね、入れ替わることによってね、あのー、シンクロが起こると考えてもいいんじゃないかなと思っております。で、もう一つの可能性としてはね、えー、もう一つの可能性、シンクロが起こる、ね、ビビビッとくる、心があ、ねえー、感じ合う。もう一つの可能性としてはね、うん、アミリンの、アミリンの、えー、アミリンの、 アミリンの正体の光の束の周波数ね、ここの長さ、ここの長さとね、少年 A の周波数、ここの長さが同調してしまう、同調した時、スタート地点が同じで周波数が同じという光の波がね、ここでシンクロ、シンクロ、同調、 字はね、シンクロ同調アミリンの光と少年 A の光がシンクロしたときにここでビビビッと来るという可能性もありますまあもしかしたら両方かもしれませんねうんそういうことでええー、ね面白いですよねでうんね <laughs> それでね うんこの、この光の束っていうのはね、えっ、ー、とね、光の束ね、この光の束っていうのは、ね、出来事、因果ですよって書いてありますけどね、実はね、このお、アミリンの正体はね、この格子一つ一つじゃないんですよ。ね、格子、この格子がアミリンじゃなくて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 ね、アミリン、アミリンの正体っていうのは、 E でででででも G でも H でもも F G H ないんですよ、ね、このそれぞれの個性がない光子が集まるという出来事を通してようやくアミリンが構成でできてるんですよね,ねそうすると,、まあえー、と量子物理学の中で、えー、言われておりますけどもこの宇宙は出来事で成り立っているもので成り立ってるんじゃない。 出来事ででっているると言われるんですよねそうするとこの宇宙この宇宙およびアミリンはこの光が光がそれぞれの光が集まるという出来事でもってアミリンおよび宇宙ができているということなんですね。これを仏教用語で言うと因果ね因果といいます。 <laughs> ね、えー、いかがでしたでしょうか今日はね、いろいろちょっと今日頑張って張り切って準備万端でしてやりましたけども、わかりやすかったかなちょっと時間が、えー、18分くらいになってしまいました。それでは、今日もいい一日を過ごしましょう h a e a good day! バイバイ